船橋市立法田中学校は、千葉県船橋市藤原にある公立中学校。通称は、法殿または、法田中である。吹奏楽部は、全日本マーチングコンテスト中学の部や、マーチングバトンステージ全国大会の経験があり、特に全日本マーチングコンテスト中学の部では2005年から3年連続で、全国大会に出場した。2005年、 2009年には全日本マーチングコンテストで金賞を受賞。2010年には銀賞を受賞した。男子バレーボール部は2009年関東大会出場。2011年には全国大会に出場した。陸上競技部、水泳部なども全国大会出場者が増えている。2010年には吹奏楽部は東関東マーチングコンテスト金賞を受賞。 二年連続の全国大会出場となった。さらに、座奏の面でも日本感覚合奏コンテスト全国大会に出るなど活躍している競合校でもある。年間30回以上の行事の中での練習はグラウンドで練習をしている。2010年4月21日放送の日本テレビ系の笑ってこらえてでも紹介された。合唱に力を入れており、合唱祭は 毎年船橋の文化ホールで行っている。修学旅行は長野県や現在は青森県での民泊が行われている。作詞、神原勝恵、作曲井上節。学区は船橋市の西北端にあり、藤原、丸山地区にある法天省、法天東章、丸山章の三学校区で構成されている。千葉県所属中学高度評教育開発オンライン。 2018年8月14日閲覧。第18回全日本マーチングコンテスト金賞。一般社団法人全日本水槽楽連盟。2020年4月25日閲覧。第19回全日本マーチングコンテスト銀賞。一般社団法人全日本水槽楽連盟。2020年4月25日閲覧。第20回全日本マーチングコンテスト銀賞。 一般社団法人全日本水槽楽連盟。2020年4月25日閲覧。第22回全日本マーチングコンテスト金賞。一般社団法人全日本水槽楽連盟。2020年4月25日閲覧。第23回全日本マーチングコンテスト銀賞。一般社団法人全日本水槽楽連盟。2020年4月25日閲覧。 価格 .com1 億人の大質問笑ってこらえて。で紹介された情報テレビ紹介情報。ありがとうございます。